2013年の東京モーターショーにおけるホンダユニ、株ベータ2013年の大阪モーターショーにおけるホンダユニ株、ベータホンダユニ株はホンダ技研工業が開発した二輪の小型電動スクーター、パーソナルモビリティ装置。研究開発中のコンセプトモデルであり、市販には至っていない。自動制御でバランスをとり、家庭や単層のオフィス、工場、 倉庫などのバリアフリー環境で使用するために設計されており、セグウェイと同じように体重移動による速度調節を行う。2012年に発表されたユニカブは2009年のホンダ U3X から発展したものである。ユニカブは大きさ 510X315X620mm で重さ 25kg リチウムイオン電池で駆動し、 最高速度時速 6km で、走行距離 6km である。体重を支える大口径車輪で前に進み、後部に横置きされた旋回用車輪で左右に旋回する二輪構成である。大口径車輪の設置部分は横移動用の小型ローラーの集合体となっており、これと旋回用車輪を合わせて真横への移動も可能となっている。座面の高さは6 2 0ト、mm、ルで、 畳まれたフットレストは広げて伸ばすと支持スタンドとなる。発売予定はまだ発表されておらず、ホンダはその潜在的な活用法や価格設定に応じた需要、デザインの改良などの検討を継続している。ユニカブプロジェクトはホンダのロボット技術を披露するものであり、実際に市場に供給する前に現実世界のざまな局面で思想を重ねることが 予定されている。ありがとうございます。